インドシナニシクイガメは、イシガメかニシクイガメ族に分類されるカメ。ニシクイガメ族の模式種。模式標本の産地は、インドネシアだが移入された、個体群とする説もある。カンボジア、太陽国東部、ベトナム南部に、自然分布。ラオスに分布する、可能性もある。最大高長20センチメートルほど。オスよりもメスの方が大型になる。 頭部は黒く、2から3体の黄色や、炭鉱色の縦縞が入る。上から2本目の分炭から、眼下部を通り側頭部へ伸びる縦縞が目より前方では細く、また上から1本目の目上部を通る筋模様と、分炭でつながる。尾鉱より下にある短い縦縞は6本以上。低地の流れの緩やかな合戦、地匠、湿地、水田等に生息する。 水底を徘徊するようにして活動する。植生は雑食で、主に巻貝を食べるが、昆虫類、甲殻類等も食べる。繁殖形態は乱生。生息地では、食用とされることもある。開発による、生息地の破壊や、水質汚染、食用の乱獲等により、生息数は減少している。IUCN のレッドリストでも、M サブトリジェガは、 バルナラブルとして評価されているが、これはマレに西クイガメを分割する前の評価である。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。2004年に西クイガメとしてワシントン条約付属書通に掲載されてから流通は激減した。ほぼ野生個体のみが流通し、流通も稀。本種は神経質でさらに皆底を徘徊し、 動きの遅い貝類を噛み砕いて食べる。そのため複数飼育すると、他の亀に餌を取られたり、他の個体に噛みつくことがあるので、基本的には単独飼育となる。ありがとうございます。